大阪産業大学、孔子学院がある、大阪駅前第3ビル、大阪産業大学、孔子学院中国政府と合意書を交わし、大阪府大阪市北区の大阪駅前第3ビルに設置された。運営は、上海外国語大学との共同で行われている。2007年8月28日、学校法人大阪産業大学が、 中国政府との間で合意書を交わし、11月に大阪産業大学、講師学院を大学の梅田サテライトキャンパスに併設した。英字表記は、コンフューシャスインスティチュートアット大阪産業ユニバーシティ。両者の間に過去7年間の学生交流実績があり、中国と日本の教育分野における協力を一層強化し、看護教育の発展を支持及び促進するために、 共同設立された。加えて、大阪市が上海市と姉妹都市関係でもある点も考慮され、孔子学院の運営にあたっては、上海外国語大学との共同で行うことになった。孔子学院では現在、中国語の各種教育、研修、中国語講師の養成看護水平講師並びに中国語スピーチコンテストの実施、または協力、中国への留学、 あるいは、中国での修学を希望する者への教育と留学、等の支援、促進、中国文化に関わる講座やシンポジウムなどの実施、などの活動を行っている。なお2009年3月、経営の悪化した大阪産業大学が合理化のため、講師学院の梅田キャンパス外への移転や廃校案を中国側に通告。5月に、 上海外国語大学の王政副学長が来日し、大阪産業大学は謝罪する騒ぎがあった。2019年12月、中国湖南省庁佐市で開かれた国際中国語教育大会で大阪産業大学講師学院が世界ベスト27校に与えられる優秀賞を受賞した。2010年、大阪産業大学の事務局長が職員労働組合と 団体交渉の場で、孔子学院について、文化スパイ機関だと発言。その後、解任された。産経新聞の取材に対し、元事務局長は、孔子学院に関して、インターネット上などで、ルフされていたことを話したら、騒がれたと説明し、他にもいろいろあったと思うとだけ語り、詳細を明かさなかった。なお、元事務局長は、 大阪産業大学側を民事訴訟で提訴したが、裁判は和解となっている。文部科学省国際企画室によると、講師学院、講師稼働の設置や認可の届けでは、必要なく、あくまで日中の大学間の取り組みとしている。また、2017年末の段階で、世界138カ国、地域に約1600個あり、1000人、非常勤講師は、 約5万人で、学生、受講生の総数2500万人という。一方、米国国務省のポンペオ長官は2020年8月、孔子学院が中国共産党による世界規模のプロパガンダ工作に使われていると断定。首都ワシントンにあり、米国の孔子学院を統括する孔子学院米国センターについて、大使館や領事館と同じ扱いである、 外国交換に指定すると発表した。ありがとうございます。